はい、腰痛。今日もね、ゆるりと、ぶらりとね、旅していきましょうかね。どうぞゆるりとお付き合いくださいませ。今日来たのはね、こちらでございます。はい、神奈川相模原の原大間でございます。いや、初めて来ましたけどもね、のどかだね。私ね、あの神奈川県民でございますからね、まあ、相模原っていうのはゆかりあるんですけどもね、初めて来た土地ということでね、今日もね、ぶらりとゆるりとやっていきたい。さあさあさあ、ゆるりとね、散歩しながらね、お店の方に向かいたいと思いますけどもね。おおおおお、何よ何よ。不法投棄禁止、うん、この狭いスペースに不法投棄するやついるのこれ、うん、早速やられちゃってんじゃんよもう今日行く店もね、初めてのお店で、だいぶ年季の入った味のあるお店ということでね、もうワクワクドキドキしてるわけですけども、まあ歩いてね、原大間から約5分ぐらいということでね、結構ね、駅からは近場ということで、さあさあさあ散歩してたらね、早速着きましたよ。さあ今日来たのはこちらでございます。キリン食堂さんでございます。味が入ってますねこれね。渋い店の佇まいだね。うん、いざ入店。で、店内はね、こんな感じになっております。くー、激渋。店内も激渋。観葉植物が可愛らしいんだから、本当にこのお店のね、マスコットキャラクターですよこれもうね。あら、まあこっちにも緑があって、あ、でメニューはこちらですね。ずらりと味噌チャーシュー麺に餃子、あーいいですね。で酒あって、ハムエッグにフライエッグ、たまんないね。味噌ラーメンにオムレツ、チャーシュー麺、タンメン、ラーメン、うわあ、チャーハンもあって、ご飯ものはオムライスあって、チキンライスあって、うわあ、王道のカレーライス、こんな感じのねメニューになってますけども、かー、たまんないよ。厨房からね、じゅわーっとね、上がる音が聞こえますね。これね、食欲が湧いてきますよこれね。あー、いただきます。さあ、うわ、うまそうっすね。かー、早速やんちゃなの来ちゃいましたよ。はい、餃子オーダー。このね、バリバリ系の餃子ですかね。焼き目こんがりバリバリ餃子。くー、しかもね、一皿のね、餃子の個数が多い。1、2、3、4、5、6、7、8、これはママの愛情。まずはね、この王道の醤油にお酢に、ほんでラー油で、大体ね、俺は6、3、1、醤油6のお酢3のラー油1ぐらいの割合で、これ人それぞれね、割合ってありますよ ね、 なんかね。早速ね、いただいちゃいましょうか。うわー、こんがりきつね色だねこれ、たまんないねこれ。うん、あ、もう、あー、おいしい。すいません、酢コショウの方もね、ちょっとね、セッティングさせていただきますね。すいません、お酢をたっぷりいって、そこにこちらのね、コショウ、こちらをパラ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 と、大体ね、餃子食うときは小皿を用意していただいて、うん、少しはでもね、いただくんだけど、か、少しでいただきましょうかね、これね、参ったね、これね。うん、うまっ。ほんで、やんちゃなの来ちゃいましたよ、カツカレーオーダーで。ちょっと待って、このカツ半端なく熱いんじゃない？ちょっとベロリめくってみるか。あらら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 、ら、参ったねこれ。カレーもさ、すっごいいい色してんのよ。何これよ、この色絶対うまいじゃん。はい、優勝の色味でさ、豚肉もさ、これバラかな、バラでさ、大判であって、そしてこの甘そうな玉ねぎね。すいません、
一口いただきます。すいません。スパイシー、うん、結構後に残るスパイシー、まあ、ほんなきつい辛口ではないんだけど後に結構ほんのり残るんですよねスパイシーが。なんでしょうねこれ、これレシピ気になるなこれ。一緒に行かせていただきます。本当にこれ贅沢だよこれ。ソースをトゥルトゥルトゥルルと行かせていただきます。すいません、キャベツとルーと絡めてね、これたっぷりかかったソース行かせていただきます。ママありがとう。このソースにまずさ、カツ、これ鉄板じゃん、これ濃厚なカレー、キャベツ、間違いない組み合わせなのよこれ。いや下の効いてあるキャベツもね、いいアクセントだね。やっぱりたまに来るこのね野菜のねキャベツのジャキジャキ感、これがね食欲を増進させる。あうまっ。カレー行ってね、たびたび餃子に戻ったりなんかして少しおちょこんでね餃子いただきます。あ結構餃子自体もバリバリ系の焼き目こんがり系で、中のねあんが相当ニンニクが効いてまして、でカレー食って餃子いくじゃん、カレーの濃厚さそしてニンニクが来るから餃子で、正直休憩どころ一切ございません。これこのセット資格なし。ラスト1個のとんかつめっちゃ寂しいな、食いたくねえな、なんかこれで終わってしまうっていう悲しさで食いたくねえな、なんだろうこれ。いや何なんだろうな、このカツだけで食ってもうまいんだけど、ソースがあることによってやっぱ選択肢が増えるわけじゃないですか、食い方の。だいわゆるスラムダンク状態、あのルカがやっぱその日本はねやっぱゴールだけをね目指す男だったんだけども、パスするって選択肢が出て、そして沢北が迷う、やっぱルカ状態、スラムダンク状態なの今。ラス1のねソースがかかったカツいっちゃいたいと思いますよこれ。うわ寂しいなこれ。あ大好きのね、大好きな遠距離恋愛中のね彼女と別れるみたいな、遠距離恋愛なんかね一回もしたことないんですけどね、なんか今なら気持ちわかるな。ラスト1個のね餃子ね、待ってよ本当に焼き目最高でしょこれね。うわ迷うな最後、スコショウでいくの、いやそれとも醤油でいくのって迷う。まず醤油でいくじゃん、醤油で一口いただきます。すみません、半分ガブリ。うん、わがまま許しても本当にすみませんね、本当にね。少しを出らすと締めくくる、あっさりで締めくくる。すいません、めちゃくちゃうまかったっす。